旬の野菜を美味しく食べたい。しかし連日の猛暑や台風の影響がじわじわと出ているようです。県内各地から届いた農畜産物が並ぶ直売所、新鮮な夏野菜を求め多くの人が買い物かごに入れますが、すごい上がってますね。何でもが上がってる。具材は2割から3割今上がってますね。夏に美味しいきゅうりやナス、今年の夏は野菜たちにとっても身に応える暑さのようです。生産者たちはこの夏の天候で様々な影響を受けていました。ナスも風に振られるから傷が入って永久品にはならないというか、こう B 級になっちゃうみたいな感じの状態がそろそろ脱却できるかなっていうぐらいで、本来コンテナいっぱいに納品しているピーマンは、暑いけどならんとと太りきらんとで収穫が少ない。きゅうりもナスもピーマンも梅雨明け以降の猛暑で作物の生育を妨げる高温障害が発生しているといいます。トマト、ピーマン、ナス、そしてきゅうり、昨年に比べると若干上がっているという状況になっております。燃料費や光熱費の高騰を受け全体的に値上がり傾向にある青果物市場、猛暑や台風の影響でさらに20円から30円の値上げに踏み切る生産者も少なくないといいます。とはいえこの店舗では台風で商品の入荷が滞るなどの大きな影響はなかったということです。財布と相談しつつ旬の野菜を楽しむ夏となりそうです。栄養も高いものばかりでございますので、しっかり食べていただけるとこの夏はですね、まだ残暑もございますので乗り切っていただけるのではないかというふうに考えます。